ジョジシドラゴンテアはイギリスの探検家であるフランシス・ドレイク教が1595年にベネズエラ湾を航海した様子を書き記しています彼が向かっていたのはマラカイボ湖の近く彼が倒そうとしていたスペイン入植者の居留地があった場所ですしかしドレイク教が闇に紛れて湖の入り口を目指した時彼の作戦は突如としてしかし圧倒的にくじかれました巨大な雷の閃光が周囲を照らし、 船団を昼間のように浮かび上がらせ、スペイン人に彼の接近を知らせたのです。マラカイボコは地球上で最も嵐の多い場所です。1万3000平方キロ以上の巨大な水域の上では、ほぼ絶え間なく嵐が起こります。多い時には年間200日もの間、湖の上で雷雨が暴れ狂い、耳をつんざくような雷が毎回何時間も続きます。地球の他の場所と同じく、 マラカイボコの雷は、嵐雲の中で互いに反対の電荷が徐々に蓄積した結果として起こります。雲の中であれ、雲と地面の間であれ、電荷の差が十分に大きくなると、稲妻となる閃光を生み出します。地球上に落ちる雷の数は年間3億5000万回、1秒間に11回の計算です。これは宇宙にある人工衛星と地上の検出器のおかげでわかります。 また私たちは地球上における雷の密度1平方キロあたりの稲妻の発生回数も計測できますどこでどれくらい雷が落ちるかを知ることで地球上で最も雷の多い場所がわかります極地では1年あたりの雷の回数は数平方キロに1回あるかないかですこれに対して赤道上に雷が落ちる回数は1平方キロあたり何十回にもなります 太陽が多くの熱を与えて嵐を生み出すからです。しかしどんな場所でもマラカイボコとは比較になりません。1平方キロあたり平均して年間250回も雷が落ち、雷の密度が世界中で最も高い場所になっています。この湖の絶え間ない嵐はいくつかの要素が重なって生まれています。まずマラカイボコは赤道近くの北緯10度の場所にあるため、嵐の燃料となる 太陽エネルギーが頬にあります雷雨の形成には水蒸気の供給も必要ですがカリブ海の暖かいい水水が近くににあり無限に水を供給しています最後に湖の南と西の端は2つの大きな山脈により囲まれており山の傾斜に沿って冷たい風が吹き下ろし暖かい空気を上昇させ大気を不安定にし嵐雲を発生させます。 これらの要素が合わさって、地球上で最も荘厳な雷雨を生み、注目すべき場所となっています。何世紀も前にフランシス・ドレイク卿は湖の激しい光を呪ったかもしれませんが、現在船乗りたちはこの現象を活用しています。彼らはこれをマラカイボの灯台と呼び、海の中で航路を照らす自然の灯台として使っているのです。この動画で自然の脅威の力について学び、 巨大で破壊的な津波のうねりの原因を知ってください。